三十八。お供村の旧家の主人にて、今も生存せる何がしじいという人。村より帰りに、しきりにお犬のほゆるを聞きて、酒に酔いたれば、己もまたその声を真似たりしに、狼も吠えながら後を来るようなり。恐ろしくなりて、急ぎ家に帰り入り。 門の戸を固く閉ざして内ち潜みたれども、夜通し狼の家をめぐりてほゆる声やまず、夜開けてみれば、馬屋の土台の下を掘りうがちて中に入り、馬の七頭ありしをことごとく食い殺していたり、この家はその頃より三、やや傾きたりとのことなり、